いまだに大畑雄一の好みがよく分かんないけど、好みは前多分言ってたっけ、小松菜奈ちゃんって、小松菜奈ちゃんがどんな感じのか多分前も説明したと思うんですけどあの死んだ魚の目の女の子が好きなんです。だるい感じなんですよ、なんかだるそうな、だるそうな感じ。あ、そうです。あの、なんですか、目に輝きがない子。ちょっとなんかもう世の中なんてみたいな。そうです、下げすんでるんですけど、でもなんかこう話してみたりとか実際会っていろいろこう喋っていくうちに、あ、見た目とは違うなっていう、そのギャップに結構燃えたりします。え、ギャップなかった場合どうなんですか。ギャップいなかった場合はあんまり大して思わないえ、今までのさ、なんか同級生とかでそういう子いなかったの。あ、それでいたんですよ。あ、いたんだ。はい、それこそあの、登山部で、はいはいはい、はい、あの大学の時に一緒だった女の子がすごい好きで、あれ、それ告白したんだっけ。あ、そう、しました。あ、したよね。はい、しました、しました。ごめんで終わったんだっけ。そうです、ごめんで終わった。あの大学時代がピークだったんですよ、彼女にとって。なるほど、なるほど。で、社会人になってから告白したら、もうどん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 もう落ちてた。そう、あの下山してました知らない間に下山してました知らない間に奥だけさっちょいと残されてたっていうあ、そうか、一時期向こうも好きだったんだっけ。そうです、向こうも好きで、それこそ大学時代からそういう甘酒なんだかんだやつじゃないですか、その時もあの甘酒買ってくれてたりとか。あ、そうなんだ。献身的にいろいろ完全にチャンス逃したんだよ木を逃したんだ教科書通りだな同じ失敗を繰り返さない。すげえな、同じ失敗繰り返さない。はいはい、社会人になってから2回か3回ぐらいあったんです。あ、そうなんだ。はい、それも諦めずに、なんか何回か会ってるうちにいい感じになりそうな気しなくない。いやー、どうなんすかね。いや、でもさ、社会人の恋愛の何が難しいってさ、はい、学校とかと違ってさ、毎日同じ場所に顔を合わせるって機会がまあないじゃん。あ、そうですね。で、住んでる場所が離れたりして、はい、ダウにもなんか片道何十分とか、はい、すら1時間とか、うん、都内だと、はい、そうなるとね、ちょっとしんどいよね。そうですね、やっぱりこの大事な接触回数って大事じゃないですか。コミュニティが一緒って大きいよね。大きいですね。だから社内恋愛ってやっぱり起きやすいって、それなんだろうなと思いますね。俺、社内恋愛はマジで考えられない派なんだよ同じ職場のやつで、自分の要は旦那が上司で、はい、課長 で、はい、で今日はこうだとこだ、売り上げこうだとこだみたいな、うん、はいとかやってんの。俺もう笑っちゃって、それ見てこれこういうのも含みでなんかのプレイなのかな、これ家も一緒で、うん、職場に行っても同じ顔で、まあ、上司かもしくは究極の部下になる可能性があるでしょ。はいはいはい、でこうしてくぞ、ああしてくぞ、はぁみたいな、なんか手帳で、いや、家でやれるじゃん、それ。確かに。お前ら家でやってこいみたいな。家で朝礼してから来い。時短ですよね。時短じゃん。わかんない。絶対。だから俺、同じ会社とか職場の人間と付き合ったことが一回もない。うん。ですげえ好意を寄せてくれてるな、明らかにとか、はい、実際に好きだって飲んでる時に言われたりとか、はい、あるんだけど、絶対ないの。うん、いや、無理でしょ。いや、ありえない、考えられないみたいな。え、それは川端さん そのストライクゾーンに入ってたとしてもダメなの。ダメ、絶対無理。俺の好きな鈴木京香だったとしても、はい、無理。ちょっと鈴木京香が分からない鈴木京香は、まあ、分かんないよね。ああ、そういう女優さんがいるんですか。そう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 、あ、そう、だ、顔見ればたぶんすぐ分かるっていう感じ。あ、意外ですね。え、何が意外ですねって言いながらカメラプレイする動揺が手に伝わった。結構もうあれですよね、年齢は53歳って言ってるんですけど、なんか、ドラマで、川さん知ってるか分かんないですけど、リーガルハイってご存知ですか。あ、出てた、出てた、超かっこよくない。かっこよかったです。あのちっちゃいさ、はい、なんか財布持ってさ、はいはいはい、飲み行くわよ、みたいな。そうですね、かっけーみたいな。もう超好き、鈴木京香。あー、川さん確かに合いそう。鈴木京香以外は無理かもしれないそれぐらいだね。
なんか勝手なイメージなんですけど、うん、川端さん結構、うん、なんかきつめの女性の人が好きなのかなと思って。あ、そうだね。顔もきつい人。顔もそうだし。でも鈴木京香、なんかパリッとしてるっていうのが、凛としてる感じ。そうですね、うん、はい。だ、可愛いより綺麗な人が好きかな。ああ、うん、確かにああいう顔の人って多分講師の分別すっげえしっかりした人っていうイメージがありますね。かといってなんか俺の前でデレデレしたり、うん、なんかすげえ甘えてほしいとか、あ、ない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 、ギャップがとか別にないの、ね、うん、なんか常になんか自分がなんかリードしていく感じ。あ、そうそう、なんか自分は自分っていう感じ、うんうん、だからなんかでちょっとでかい飲み行ってくるわって言ってもおい行ってきなよみたいな、全然お互い干渉したくないよ、うん、どちらかというと私みたいな女性をなんかこう話すなんて、うん、まあ、お前がまず見る目がないぐらいの感じのポジショニングかなっていう感じがするんですけど、ちょっと若干そういうのなんか俺がエモっぽく聞いてるからちょっと修正するとなんか自分を持ってる人、あ、はい、しっかり自分があって、うん、意見が全然違っている、はいはい、あ、そうなんだ、私全然それは興味ないんだけどみたいな、はい、で全く自分にないものを持ってて、お互い共通のなんか趣味とかを別に持ちたいとも思わないし、が好きだね。で一回俺自衛隊にいた時に、はい、時代を超えた任務って、駐屯地ってよくドラマとか映画とか、はい、ウルトラマンの撮影で来るの、はい、で駐屯地使うんだよヘリコプターとか、俺ヘリコプターの舞台だったから、はい、で時代を超えた任務って映画の撮影で、はい、来たんだよ鈴木京香が。おお、しかも俺が働いてる格納庫で撮影だと、あ、江口亮介と、はい、もうがぜんってなんでみんな行かないのかちょっと考えられなくてでヘリコプターでさ、普段整備してるヘリコプターでさ、はい、鈴木京香、出口洋介、だから亮介がさ、はい、座ってさ、なんかやってんだよ、はい、もうガンガン近づいてってなる止められながらふざけんなよ、でも話しかけて「こんにちは」とか言って、はい、で鈴木京香が「どうも」とか言って「うわ」みたいな。だから俺鈴木京香喋ったことあるから、すげえめっちゃ好きなんです、ありがとうございますとか言って超綺麗だったな。さすがに写真とか一緒に撮れなかった。あ、撮れなかった、もうずっとガリガリバリバリ撮影中だったから。いやでもあれずっと、もう合間ずっと待ってれば、はい、でも全然写真も撮ってくれたと思う。でなんで俺やんなかったんだよ、不思議だよね。川端さんもやっぱり動揺しちゃったらしくないねマジでリードされてましたね、きっとリードされたね。あれはね、よかったよね。鈴木京香マジ好きだわ。だあの人なんか仙台出身らしくて。あ、そうです、書いてありました。書いてあった、はい、うちのおかんがなんかいつも仙台に行けば鈴木京香いっぱいいるよっていう何十回仙台行ったけど会ったことねえから会ったらマジ骨格してるから。人生で3人だけだね俺マジでタイプと思った人は、はい、鈴木京香と前に、まあ、結婚しようかどうしようかぐらいまでなった人と、ね、はい、ハワイの、 あの粉コーヒーショップで働いてた女の子マジで天使みたいだったの。超かわいいみたいな。それも綺麗系じゃなくてかわいかったの。お人形さんじゃんこの子みたいな。あの時ほど英語喋れない自分を悔やんだ。ほんと。もう一回英語ペラペラになって粉コーヒー行きたいもん。あの子に会いに。